ヤンウィ先生はっしゃはっしゃあ、はい、すいません、ヤンウィ先生もうわざわざしくしゃみありがとうございます。いやいやいや、本当にもう花粉症ですか。いや、違うんですよ、さっき餃子武田塾チャンネル。花粉症ですか。いや、違うんですよ、さっき餃子食いすぎてニンニク臭くて中村先生申し訳ないなと思ってマスクしてますいやね、また新しい1年がやってきますけれども。やってきますね、うん、はい、結局外すんだっっ、はい、すいません、はい、はい、まあね、はい、ぜひ、ね、悩んだことあれば相談してほしいということで、はい、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。山口先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、慶応文系全学受けようと思うのですが、ありですか。慶応しか行きたくありません。なるほど、という質問です。相談、うんうん、まあなんか決意表明って感じだけどそうですね、まあ、ありかなしかで言ったらありですよね。はい、うん、ありですけど、うん、ありですけど、うん、どうした。ありですけど、うん、慶応だけですかちょっとなんかまあいいと思います、はいはい、個人的な思いとして、はいはい、まあでもね、はい、まあでもそういう人は結構早慶は多いんじゃないかなって思うけどね。そうですね、割とね、はい、この大学だけ受けるっていう人結構多いよね、はい、そうですね、うんうん、確かに、うん、まあ、特になんか慶応みたいなそのブランドがあるところだと、うんうん、はい、やっぱ慶応しか行きたくないっていう人はまあ多いですよね。そもそもだってね、はい、国立だったら1個しかね大体受けられないわけだから、うんうん、そこしか受けないっていうのは、まあ、大学生あ受験生になったら結構いるっちゃいるわけなんですけど、はい、確かに。まあただ慶応だと注意点っていうとやっぱその対策がね、はい、学部間で結構違うじゃないですか。そうですね、全然違いますよね、うん、もうまあ全部マークだったりとかもほぼ記述だったりとか、うんうんうん、はい、まあ、系統としてめちゃめちゃ近いのはまあ SFC の2つ、環境情報と総合政策はまあ近いっちゃ近いけど、はい、統計学部もね結構それぞれ特徴あるから、はい、まあ、その対が全部フォローできるのかどうかっていうところによりますよね、うん、そうですね、うん、はい、で、まあ、全学部受けられるってことはおそらく社会受験なんだろうけど、はい、ね、あの確かに、うん、歴史ですかねかな、まあ、うんうん、ね、文学部受けられないからね、そうじゃないとって話なんで、はい、うん、まあ、その面から考えるとやっぱ基本やっぱ英語最優先ですね、とりあえずそれやったら。そうですね、うん、いや僕もまあぶっちゃけ言うと慶応来たかったんですけど、うんうん、ちょっと英語があんまりでしたね、うん、英語は届かないかなってあと、まあ、小論文もやってなかったですかね、うん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 、やっぱね、小論文でめちゃめちゃ稼ぐっていうのは科目の特徴から考えてもなかなか難しくて、うん、社会が慶応の中で突出してできる受験生の中でっていうのもやっぱなかなか難しくてって考えると、うん、はい、まあ、早稲田以上に英語の出来がすごく重要になってくる大学ではあるんで、うんうん、もう英語の得点だってでかいですもんね、うん、慶応だと。まあでもやっぱその行きたい大学、まあ、リスクはあるけどね、もちろん慶応しか行かないっていうのはもう最低ラインからめちゃめちゃ高いわけだから、はい、けどまあそこにしかどうしても行きたくなくてっていうこだわりがあるならやっぱそこに全力で挑むっていうのは全然悪いことじゃないと思いますよ、うん、そうですね、うん、はい、いいですね慶応、うん、早稲田もいいけどね、はい、まあでも行きたいところに全力で、まあ受け方としてはありです。ただまあリスクもあるからね、うん、はい、あのどういう順番で優先して受けていくのかっていうのをちゃんと考えて、うん、あのまあ受かる可能性が最も高い戦略ちゃんと考えて、ね、やってもらえればと思いますですね、はい、はい、分かりました。今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。